わらびやの棚田は、佐賀県唐津市大内町、平山城わらびやにある棚田。八幡岳の北側斜面に築かれており、面積は40ヘクタール。1999年に、農林水産省の日本の棚田100選に選定されている。また、周辺の山林を含めた景観が2008年に、国の重要文化的景観に選定されている。このほか、2002年に、 読売新聞社記念事業、UFO 百選に選定されている。幾重にも重なった石垣は山城にも例えられる。棚田と八幡岳の山林大地町中心部から南に約5キロメートル、松浦川の支流である、平山川沿いの標高150メートル付近に、わらびアの集落がある。わらびアは西、南、東の三方を山に囲まれたすり鉢状の地形で、集落は、 山々のふもとに位置する。区画数千五十枚に及ぶ棚田は、集落の上、標高180メートル付近から420メートル付近までの高低差約240メートルにわたり築かれており、集落から見上げると斜面に沿い線形に広がっている。江戸時代に築かれた棚田もあるが、現存するものの多くは明治から昭和初期にかけて築かれた。 山六には沢が削り取った小さな谷に沿い5つの字があり、棚田はこれらの谷沿いに分布する。そして、棚田の間の丘には、くぬぎやすぎ、竹などからなる林があって、里山を形成し、その上方には、自然林も残る八幡岳の森林が広がっており、八幡岳県立自然公園に指定されている。国の重要文化的景観の選定種別にも、水田、 森の複合景観が挙げられている。玄武岩の自然石を用いた野面積み石垣でできた、京板と地下を張り巡らされた暗渠の石積水路を特徴とする。石垣は石膏技術を代々受け継ぐ石垣棟梁と農民による互助組織手間工によって維持管理されてきた。平均傾斜が約14度と他の棚田と比較しても傾斜が急な部類に入るため、 そそり立つような石垣群は山城にも形容される。ビ屋に初めて棚田が作られたのは、少なくとも江戸中期、または後期とされる。当時の棚田は、現在よりも規模がかなり小さく、集落や沢の近くなどに点在する程度で、周囲はまだ原野であり、家畜の飼料や肥料を得る草刈り場となっていた。開発が本格化したのは明治に入って、 村が所有していた原野を農家が払い下げてからである。開墾面積は江戸時代から1887年までに約20ヘクタールであった。また、水田拡大に必要な用水を賄うため、平山川支流の大ヒューガー上流でめ池の造成が行われ、1888年に完成した。このめ池は昭和に入ってさらに拡張されるとともに、 13年をかけて新たなため池も造成された。新しいため池は1945年に完成した。池新ためからは、並行する沢へ水を送るため、山腹を横断する横溝水路が設けられ、それぞれの沢に用水を供給する。ワラビアの特徴として、上の田で溢れたオーバーフローの水が、下の田へと流れる形式がほとんど見られない。田では、 取水口のすぐ近くに排水口があり、溶水は暗渠を通して速やかに下の田に送られる。取水が必要な際には、竹戸を取り付けて田全体へと水を送る仕組み。これは、上流の冷たい水により電の水温が下がることを防ぐためで、さらに、大雨による増水時には水を通過させることで田の水位を一定に保つ効果がある。暗渠は、棚田の増生と同時に築かれており、 棚田の広さを確保することに役立った。なお、暗居は人が入れる約1メートル四方のものから20センチメートル四方のものまであり、わらび屋全体では97カ所に上る。石垣の高さは3メートルを超えるものが多い。南川原地区には棚田の石垣としては日本で最も高い8.5メートルの石垣があり、その石垣が囲う。 約3000平方メートルの田は三端の田と呼ばれている。この田はもともとあった狭い水田の山側と谷側の二つの畑を切り崩して造成され、10年間をかけて1935年に完成した。こうした水利の拡大により、1887年から1911年までに約9ヘクタール、大正時代に約3ヘクタール、昭和時代に 約22ヘクタールが開墾され、最も広かった昭和時代には54ヘクタールに及んだ。また、この地域で開墾が進んだ背景には、明治以降、近隣の上、平山地区や旧浦木町に炭鉱が開かれて栄えたことなども挙げられる。ただ、平地よりも労力が大きい割に、収量は多くないという棚田の特徴は、わらび屋にも当てはまり、 高齢化や離農により工作放棄地が増加していった。そんな中、1980年代から地元の有志により保存運動が始まる。大きな契機となったのは、1997年に佐賀県により佐賀県村ぐるみ発展運動の重点推進地域に指定されたことである。この後押しにより運動は活発化し、2001年地元農家、計36個により、 わらびや棚田保存会が結成される。会では、佐賀県が開発し九百九十九年に、品種登録された、新品種、夢しずくの栽培に取り組み、ブランド米、棚田米ワラビアとして、出荷を始めた。また、二千三年には、旧大地町と佐賀大学農学部が、地域交流協定を締結し、学生、地元住民、他地域の市民が参加した、現代版の、 手間交代を、結成、工作法基地の活用、有機農法や無農薬農法の実験、環境教育や、食育の場としての活用が行われている。これらの活用運動は、評価を受けており、期日の有保百選への選定のほか、2002年に、佐賀新聞の社会大賞を受賞したほか、2003年には、わらびや棚田保存会が、佐賀農業賞、活力ある、 村づくり部門を受賞、同年に農林水産祭、村づくり部門九州農政局長賞を受賞している。また、2004年には第10回全国、棚田サミットの開催地となった。収穫期前の棚田石垣と、かかし棚田の形成過程としては、明治前期までは山林を切り開いてまず畑を作り、次に石垣を築いて段々畑として、 後に水を入れて、水田とする段階的な方式が主であったが、ため池が完成した、明治後期からは山林を直に水田とすることもあった。造成を担う、手間工には、石垣棟梁の指揮の下で、多くの農民が参加し、地域が一体となって行われた。石は、八幡岳から掘り出した、金石と呼ばれる、硬い黒色の玄武岩や、八名石と呼ばれる、 多孔室の業界岩を用いた。石垣の石は大きなもので、直径1メートル、重さ100から200キログラム程度ある。大きな岩石は、焚き火で加熱した後水で急冷したり、火薬で葉っぱをかけて割った後、二人がかり、あるいは牛馬に引かせて運んだ。石積みには、鉄丁や、原老などの道具が用いられた。漏水防止のため、石垣の裏には、 裏栗と呼ばれる小石が敷き詰められた。ただし、裏栗だけでは、漏水を完全に防ぐことはできず、毎年、白柿の後には、あぜぐりと呼ばれる補修作業を行う。このほか石垣の草刈りを行う、際の足場とするため、一部の石をわざと突出させる工夫もされている。他の土は、玄武岩が風化した赤土を練ったものを、厚さ10から20センチメートル程度敷き詰めて、 バンドを落とし、その上に15センチメートル程度の強度をかぶせている。地盤の水平を保つため、竹や水を用いた簡易な水準器も用いられた。ため池からかく、沢へ通じる横溝水路の閉塞防止のため、毎年5月下旬には、集落総でで掃除を行う。また、以降収穫期の9月まで、水盤を割り当てて管理を行っている。他方、 市民参加型のイベントとして、耕作放棄地を再生させた上で活用し、田植えや稲刈りなどの農作業体験を行っている。また耕作放棄地の活用策として、さらに冬から春にかけての休耕期の水田を利用した観光資源化の策として、冬から春に、レンゲソウや菜の花、夏にひまわりを栽培し、イベントとして、種まきや花畑でのウォーキングハイキングなどを行っている。 ワラビアの集落は、佐賀市や福岡市から車で1時間程度であるが、特に都市化が進んでいる福岡市からの参加者が多い特徴があるという。地元農家により結成された、ワラビア棚田保存会の主導により、ブランド米、棚田米ワラビアの生産が行われている。2001年には、九州米サミットに出品し、普通作部門で最優秀賞を受賞した。ワラビアでは、 通常、5月上旬から下旬頃に、白柿や田植えを行い、6月から石垣の草刈りなどの手入れをし、9月中旬に犬刈りを行う。また休耕期を利用して、10月中旬に菜の花の種まきを行い、3月下旬に見頃を迎えた後、4月中旬に田起こしを兼ねて、菜の花を土にすき込む流れとなる。ありがとうございます。